さあ今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。お元気でしょうか。元気してます。はい、元気です。お二人は、はい、北海道に住むとしたら、住むとしたらどんなお家がいいですか。どんな家、どこじゃなくてどんな家がいいか、はいはいはい、どんな家。それはもう寒いですからね。雪も多いですし、あのバター飴のようなあのこういう昔知らないかな、バター飴にあった缶に表紙にあったさ、牧場の絵みたいな、はい、ああいうお家がいいね。緑豊かな、緑豊かなのさ、いいですね。なんか北海道だとやっぱ寒いイメージが、そうか、どうしてもあるので、あったかくてもうホットな、ホットな、ホットなお家がいいです。来ました。いいですね、ホットなね、はい、それは人にもよりますよ。一緒に行く人にもね。はい、ということで今回ご紹介する企業様は、その北海道でまさに3つのホットにこだわりを持っています。こちらの企業様です。衣食住、それはどれをとっても私たちの暮らしに欠かすことのできない存在であり、不況やデフレといった世の流れであっても生活を支える根幹として変わらず求められ続けてきた。そんな中でも日々多くの時間を過ごす住まいには、理想の人生像の一つとして常に新しいマイホームを望む声があふれていた。お客様にとって一生に一度の買い物、その瞬間に立ち会い人々の暮らしに幸せを彩り続ける男がここにいる。ホットハウス株式会社京和代表取締役社長、広岡信弘。北海道を拠点に事業を展開するホットハウス株式会社京和では、家づくりに携わる全国の工務店やメーカー一つ一つと協力した共同仕入れによって、理念に掲げる品質は落とさず暮らしやすい住宅をローコストで実現、さらにお客様一人一人のプランに沿ったマイホーム設計を事業の柱に据え、ゆとりある生活と安らぎの住まいを叶えたホットハウスを提供し続けている。今回は広岡信弘をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。ホットハウス創業のきっかけというと何ですか。ハウスメーカーの建物っていうのは、構造性能もデザインも素晴らしいものがあります。ただ残念なことに金額は非常に高価なもので、ですから僕の思いというか、全ての人にですねマイホームを持っていただき行きたいというところではなかなかですね、難しいのかなっていうのがありましたので、それであれば僕も偉そうなことは言えないんですけども、自分が何とかできないかなということで、もう5年以上前ですね、相当前からそれを考えていてですね、なんとか、そうですね、ローコスト住宅というところに行き着いて、ただ北海道で起業していますので、どうしても雪だったり地域的に寒い時はマイナス20度ぐらいになりますので、そういった意味で本州の仕様と北海道の仕様というのはどうしても同じにはできないということで、そこで本当にですね、かなり苦労ですね。断熱のことというか、そうですね、そういうことですよね。大きく言えば、断熱のことが大きいんですけども、環境が違うもんね。そうですね、そういったいろいろ研究をしながら、やっとですね昨年の秋になんとかですねスタートすることができました。ああ、それは抑えられるようになったということですか。そうです、いろんな業者さんと組みながらも、はい、まず僕の中にイメージ最初に出てきたのは、一家団らん、ご家族が、みんなでですね食事を囲んでる、そういったですね、賑やかな姿というか、そういう温かい姿、光景に浮かんで、そういった中でやっぱりそれがホッとするというかですね、そういったことがありましたね。
と、もう全部で3つのホットが僕はあるんですけども、はい、あ、3つのホットなんですか。はい、2つ目は先ほどお話ししていた断熱ですね、家自体が暖かいということでそのホットですね。それからもう一つはですね、お財布のホットといいまして、はい、これはまあ、ローコスト住宅ですから、うん、買った時は当然お安く求められるのは、うん、当たり前なんですけども、ただ家にですね住んでから一般の方っていうのはアパートからですね、住宅ですね、一軒家に移り住む方が多いと思うんですけども、うん、よくお客様にお話しするのが、アパートから一軒家になって、家は大きくなるけどお財布は大きくならないんですよって、なんないっすね。その時に僕はですね、そのことまで考えて、うん、アパートの時と同じぐらいな、まあ、光熱費ですよね、うん、そういったことも考えて、今まで住んでいたアパートの光熱費と、まあ、同等かもしくはそれよりももっとですね安い光熱費で住めるぐらいに、なるようにっていう、そこまでですね、家の作りですとか、まあ、断熱も含めてですね考えて、このホットハウスっていうのを作りました。それこそ家中がホットになるよね。それね、そうですね、お財布までホットになっちゃう、はい、なったことがないっていう、ね、お客様の反応はどうですか。おかげさまでですね、マイホームを今まで諦めていた方ですね、新築なんて絶対持てないっていう、うん、思われてた方が実際に今商談に入っている方もいらっしゃいますし、そういった意味ではある意味、まあ、社会貢献もできているのかなっていうのは ありますね。モデルハウスを建てて、まあ、お客様にですね見に来て、ホットハウスってこんな家ですよっていう形で、今お話した3つのホットもお話したりですね、はい、そういった意味でやはり先ほどローンの話もされていましたけども、うん、ローンのためにご主人が働くのではなくて、ね、無理のないですね、住宅で、うん、いいですね、家族がやっぱりハッピーでいるのが一番だと思いますので、そういった意味で、そこを意識して、経営しております。スタッフに聞いたところによると、うん、はい、かなり波乱万丈な人生を送られてここまで、うん、はい、いらしてきたということなんですけども、はい、そうですね、22歳の時、ですから大学4年生の時なんですけども、はい、大学時代スキーをやっておりまして、はい、全国遠征でですね、まあ、春先まで疲れが溜まっている中、はい、まあ、就職活動をすぐしてですね、はい、すぐハウスメーカーの内定をいただいたんですけども、はい、それで、まあ、ホッとしてですね、風邪をひいてしまったんですよ、はい、それで、ただですねその風邪が1週間経っても、うん、熱が下がりませんで、地元の小樽市の病院に検査入院をしました。ところが入院して数時間しないうちに意識を失ってしまいまして、そのままですねその病院では原因がわからないまま、それで両親がですね、まあ、他の病院に転院させてくれて、その病院で、原因は分かったんですが、はい、もう命は助からないとい ですね、宣告を受けてですね、そうですね、そういったかなりですね、いや、厳しい状況ではあったんですけども、本当にですね1ヶ月後に奇跡的に意識を取り戻しまして、ずっと入院されてた。そうですね、それで今ここにいることができています。いやー、だから人生ね。22歳の時、疲労化を突如襲った病、奇跡的な回復を遂げるも、残された後遺症は字を書くことが困難なほどだった。恥ずかしい話、あいうえおから大学4年生だったんですけどもですね、あいうえおが書けなくてですね、それをですね書けないと卒業論文も書けないですし、書けないですね、ましてや就職もできないので、それでまあ何ですか、字を書くのを諦めてしまったら一生入院だということも、はい、お医者様から
宣告を受けていたので、ここは本当に人生の分かれ道だなということで、あの歯を食いしばってですね。それは何のメッセージなんですかね、そういうことってね。そうですね、奇跡的に、まあ、神様に、まあね、命を大切にしろよって言われたのかもしれないですしね。はい。そして住宅事業での経験を生かし、不動産コンサルティングも行うように。不動産のコンサルもされてると。はい、はい、そうですね、アメリカの、公認ライセンスというこの、CPM という資格もそうなんですけども、2つのライセンスを持ちながらコンサルティングをさせていただいています。こちらの CPM というのはですね、賃貸アパートですとかマンションをですが、不動産のですね、収益が一番最大化できるように儲かるようにですね、経営改善ですとかそういった助言ですね、指導などを大家さんなどにさせていただく、役目っていうのはこの CPM というアメリカの資格なんですか。そうですね、世界で通用する資格なんですけども、これが一つと、もう一つがですね、不動産投資で、売り主さんですとか買い主さんのですね、正しい意思決定ができるように、数値ですとか、そういった詳細の分析を私がさせていただいて、助言をさせていただくっていう、その資格が CCIM とい またこれも国際ライセンスなんですけども、この2つのライセンスを使いながらですね、コンサルティングをさせていただいております。世界のビジネスから遅れを取った日本の不動産業界、その中でもグローバルな視点を持ち、お客様第一の事業を展開してきた広岡信弘。そんな男が見据える今後の展望とは。今後はどんな目標を考えてますか。そうですね、このホットハウスのですね、お客様をですね、本当に求める全てのお客様がですね、住宅を持てるように、まだまだ知名度もですね、今社長どないだけですか、こっちでやるあれはないですか。まずは土台をしっかり作り上げてからですね、やはり断熱がですね、いいというのは北海道だけではなくて、例えばですね、鹿児島ですと桜島がありまして、火山灰で窓を開けれない時期があるそうなんですけども、特にこの時期に、窓を開けれないということは、エアコンはかけれたとしても、やっぱり建物の断熱をしていないと、どんどん寒さじゃなくて暑さが家の中に入ってくるので、そういったことで、そういった鹿児島の工務店さんなども北海道のですね、仕様にご興味されているっていう話は聞いてますね。はい、暑さがどんどん入ってくるのでって聞いたことないね。ですから、こういった首都圏であっても暑さをですね、和らげるために北海道の仕様っていうのは使えるのかなとは思っておりますね。それは新しい、はい、面白いですね。では最後になりますが、広岡さんの格言をお願いします。これはですね、私が所属している青年塾という塾があるんですけども、そこの誓いの言葉の一節なんですけども、みんなが幸せになってこそ自分も幸せになれるという一文があります。先ほどのお話ではないですけども、まずは自分のことではなくて、皆さんが、ご家族がハッピーになって初めて、自分も本当に、ハッピーになれる、そのことを今後もですね、守り続けていきたいと思っております。その言葉、少しでも近づきたいと、これからも頑張ってみたいと思います。今日はどうも、素晴らしいお話、ありがとうございました。こちらありがとうございました。舞浜リゾート一望、スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さあ、続いてご紹介する企業様なんですが、
お二人は潜在価値っていう言葉知ってますか？どんな意味だと思いますか？潜在価値、潜在意識、はい、奥深いところにあるそういう意識って自分ではなかなかわからない意識はよくスポーツ選手が使ったりするよね。あ、潜在価値、価値なんで惜しくないの俺に言ってること。いや惜しいですよ。まさに表面には現れず、うん、内に潜んで存在することっていうのが潜在価値っていうものらしいんですけど、うん、なるほど、はい、うん、なかなか自分じゃわからないかななんて思ったりするんですが、どうですか？人のことはあの分かるっていう時あるよね。よく自分が自分で分かんないけど人のことは分かるっていうね。ご自身の潜在価値って分かってたりします？ね、潜んでるものですから、はい、そういう話、そういう話なの今日、ね、やっぱり人からだったり指摘されないと分からないものなのかななんて思いますが、はい、次にご紹介するのは、いい、自分の使命は潜在価値開発の理論と実践方法を世の中に広めていくことと考えています。こちらの企業様です。この世で最も困難なのは自分自身を知ることだ。これは古代ギリシャの哲学者タレスの言葉である。私たちにとって目に映るものの評価は容易であっても、自分自身や形のないものといった抽象的な存在になるほど第三者の客観的な目線が欠かせない役割となってくる。ビジネスの世界でも同じ要素を持ち、時に見落としていた本来の価値を技術や理論によって新たに発掘し、世の中に眠るあらゆる可能性を広げ続ける男がここにいる。株式会社ビモクリ代表取締役社長平野清。経営戦略からマーケティングリサーチまで多種多様なビジネスを展開する株式会社ビモクリ。その最大の特徴は自社企業の中で生まれやすい客観性の欠如を潜在価値という言葉のもと、顧客の視点に立ち多角的な検証を繰り返すことで、今まで目には見えなかった課題から集客効果や売上向上といった目に見える成果へと変え続けていることだ。今回はビジネスモデルクリエイターズの体現者平野清をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。潜在価値とはですね、企業の埋もれた強みですね、それを潜在化した差別的優位性と言っているんですけども、あともう一つはですね、顧客が気づいてない問題、それは潜在問題と言ってますね、この2つですね。埋もれてしまったね、その企業の価値と顧客が気づいてない問題。でその、気づいてない差別的優位性は表現されてないわけです、当然、はい、どこにも、それを表現するだけで非常にこう顧客の心が動いて、売り上げにもつながる、そういうものですね。はあ、刺激されるよね。そうですね、まあ、それはもう一つはそれをちゃんとリサーチによって効果があるかどうかを証明して、その上でコミュニケーションしますので。ああ、なるほどね。もう調べ上げられた中で、はい、調べ上げた中で、はい、ビモクリさんってビモクリさんこう耳に馴染まないと言いますかなんでこの名前なのかなと思ったんですが、ビジネスモデルクリエイターズ の略称ですね。ビジネスモデルクリエイターズの略称でビモクリ、はい、なるほど。新しい、世の中に、新しい価値のあるビジネスモデルを作っていくとか、そういう意味ですね、あ、それは縮めて、そうですね、はい、で、大体4文字が原因がいいんです、大体ユニーククロッシングユニクロとか、あ、まあ、キブラタクやキブタクとか、はい、なるほど、大体みんな日本人4文字なんですよ。覚えやすいんだよね、はい、だからビモクリさん大体4文字みんな 略してしまうわけですよ、なんかに例えますよね、すぐね。そうですね、ですから初めから略して言ってるというだけですね。まあ、前同じ会社にずっと大手のですね、はい、飲料メーカーに勤めてまして、はい、まあ、実績も上げてたので、まあ、結構好き勝手やったんですよ、はい、そうするとやっぱりちょっと嫌われたかなということがあって、
でちょっと地方の方に飛ばされたみたいなことがありまして、生々しいお話になっちゃうけどこう見えてもちょっとアーティスト的な感覚が強いので私は、なんかオリジナリティなオリジナルのあるものを追求したいっていう思考が強いんですよ、はい、でやっぱり自分のオリジナルなこうビジネス理論みたいなものを作りたい、うん、それをだから実際にこう広めたいみたいな形になって、うん、まあそれで起業したという。具体的にこれまでの実績っていうとどうですか。まあ、先ほどもお話ししましたけども、はい、本当に集客が2倍になったとか、うん、あと、ですね、先ほどの顧客の、気づかない問題、まあ、そういうのがその業界の誰も気づいてない問題があったんですよ、はい、まあ、ちょっと具体的にはちょっとその企業秘密に属する言えないんですけども、はい、業界自体が、でそのことを実際にテストしてみたんですよ、はい、そういう検証して、それは店頭でこうそういうポップみたいなもの、大きなポップの用意した時にその企業のトップブランドが、1.4 倍になりましたね。はあ、それ業界のトップブランドですよ。それプラス 1.4 倍ですか。そうです。伸びるところがあるんだな、やっぱりやり方っていうか、そこ気がつくことでね。そうですね、それはその業界誰もが気づいてないことだと思います。はあ、もうしてやったりっていう。ほら聞いたかみたいな。顧客拡大のためにはどんな活動をされてるんですか。あ、私どもですか、はい、私どもはね、基本的にはセミナーをやっているんですね。あ、うん、前で告知をしてセミナーに来ていただいて、はい、でそれはね超少人数なんですよ。6名限定で。あ、少ないですね。は、まあ、セミナーも勉強会だね。はい、それはやっぱり、まあ、一つは深くこうお互いを知り合うっていうことが必要なので、うん、たくさん読んでなんかこちらが一方的に話しても関係性は出来上がらないので、うん、やっぱり来ていただいてこちらの話をしてそれに対していろんな質問を受けてとか、うん、ね、そういうふうなこと、あと必ず飲み会をします。へあ、飲み会のために少ないんですけど、ね、うん、ある意味、はい、あんまり多くとみんな飲み会できないじゃないですか。もうそうだそうだね、パーティーになっちゃうから、飲み会じゃなくなっちゃうからね、はい、もうただ社交辞令になっちゃいますからね、まあ、こちらでもちろんそのセミナーでお話はするんですけども、うん、向こうの話を聞くってことはなかなかそこではできないので、まあ、そこでまあいわゆる懇親会をして向こうの話を聞くと、そういう感じでしょうかね、うん、独自のビジネスを展開する平野にとってクライアントとの共通理解は避けては通れない課題であった。そんな中、潜在価値開発という言葉を打ち出すことで事業に対する注目はさらに高まっていった。社員のインタビューをと1対1で2時間やります。へえ、行きますね2時間ってあるよ。結構ありますね、まあ、そのぐらいやらないとダメなんですよね、うん、あ、腹割ってというか、うん、あともう一つはユーザーのリサーチ、特にこれはヘビーユーザーのリサーチですね、有料顧客のリスナー。有料顧客はいわゆるその企業を選んでるわけですので、うん、その企業の良さが分かってるわけです、はい、ただ、まあ、皆さんも商品を買うときなぜ買ったかって聞かれても困るじゃないですか、うん、だから消費者も顧客もなかなかこう無意識化されてて答えられないんですよ、うん、まあ、それをまた引き出していくというそういうことですね。顧客の方もね、そうですから、まあ、社員の方の持っている仮説を引き出していくのと、顧客が持っているなぜその企業を、継続的に購入して、この商品とかブランドを購入しているかということを引き出していく、その両方を合わせて仮説を作る、そんな感じです。これは面白い、ちょっとハマるね、はい、そうですね。もうここでマーケティング講座参加者の声を聞いてみた。なんかごちゃごちゃしてたのが、全部こう体系だって整理されたなっていうのが、全体的な印象プラス、そこに、整理されたのプラス、独自のなんかこう考え方、まあ、自分の基本になる考え方を、持つことができたなという印象です。自分たちのことほどよくわからないというところをとても意識するようになりました。長くいるほど会社で勤めてしまうと気づかなくなってきてしまうことが多々あるんだなということに改めて気づくことができました。全体的な印象、分かりやすい、実践的、
こういうそのメソッドを知っても結局実践する場がなかったら多分使えないので、部下にそういうチャンスを教えることと同時にそのチャンスを与えていきたいなというふうに思ってます。自ら開くセミナーを介して潜在価値が持つ可能性を世の中へと発信し続ける平野清。そんな男が掲げる今後の展望とは。今後はどんな展開を考えていらっしゃいますか。そうですね、今は、大企業中心に、少ない会社さんのお手伝いをしているんですけども、これをですね、この潜在価値開発理論、これを世の中で広めていきたいというふうに考えてますので、今後は中小企業とかあと個人向けのものとか、マーケティングとかビジネスを勉強したい個人向けの方に提供していく形にしたいなと思いますね。これは面白いので、いや皆さん、やっていただけたいなと、ポケモン GO みたいに広めたいなと試すね。でもね、だって自分が成功に近づいていくんだよね、もうってデータ出てるわけだし、データって言い方欲しいか、自分が気づいてない良さに気づけたりとか、気づけたりね、最後になりますが、平野さんの格言をお伺いできればと思います。人生に起こることは全て機会であると、機会チャンスであるというふうに考えてますね。ですから、起こるようにしていくというのもあるんですけどね、例えば家の中にこもってても起こらないので、なるほど、やっぱりいろんな人に会ってですね、いろんなことをしてと、それが全て機会でチャンスになるということだと思います。そういうものを生かしていくというのが今の基本的な考え方かなという気がします。いやー、本当にね、どしどしってどしどしじゃない、なんていうんだろうな、震える思いがちょっとしましたけどもね、ますます皆さんも成功に導いてあげてくださいませ、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。正直なところ最初は単なる鳥の巣箱作りのような木工教室になってしまうのではという不安もありました。しかし子どもたちの神様のお家を作るんだという純真な思いのおかげで、このワークショップは想像以上に深いものになったのです。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、あなたの部屋に神様のお家を作りませんか、神棚のある暮らし方。この本を書いたのは神棚マイスターの久保寺信弘さん。神棚の販売を通じてどこの家でも見られなくなってきた神棚の大切さと、その存在意義を普及する活動の一環として書き下ろした一冊です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。